はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回は BO6 ウォーゾンのシーズン1のメタ武器を紹介していきたいなと思います。自分が普段参考にしているプレイヤーだったりとかサイトとかの統計を参考にしながら、この武器強いなとかこの武器扱いやすいなってものを、今回紹介していきたいなと思っているので、よかったら最後まで見ていってください。ということで早速ですが始めていきたいなと思います。ということでロードアウトの画面の方にやってまいりました。で、今回は BO6 の武器のみにちょっと絞って紹介できればなって思います。まあ、せっかくね BO6 オーゾンになったってことなんで、まあ、どうせだったら最新作のね武器たちを紹介したいので、今回は過去武器は一切触れずに BO6 の武器だけに、絞って紹介していきます。でまずは AR2 つ、もう出ちゃってるんですけど、XM4 と GPR91 となってます。玄関強だと、おすすめできるのはこの2つかなって思います。でまず XM4 のカスタムこんな感じで、バレルからストック、ここ4つかなは結構固定でいいかなって思います。でサイトだけお好みで、2倍だったり3倍だったりとか、あとは等倍で自分の好きなものがあれば、等倍で使ってあげても全然いいと思います。で、XM4 は結構ねリサージェンス系のマップ、ちょっと狭いマップで使われているような武器だったんですけど、このバッファーウェイトストック、今来てる、イベントでもらえるストックかなの、こう出現によってかなり扱いやすい武器になりました。まあ、このねストックの効果が垂直および水平反動制御なんですけど、これの数値がかなり高い。前の XM4 って結構ねちょっとブレを感じるような、マズルでコンペンつけてとか、バーティカルクリップつけてとかで、いろいろやっても、まあ、ちょっとブレを感じるような、武器だったんですけど、このストックのおかげで、結構無ブレで扱えるような武器になりました。で火力自体はねそもそもずっと、悪くない武器だったんで、現状かなり扱いやすい武器になったかなって思います。で続いて GPR、これは海外のウォーゾンプロ、ウォーゾンのトップ選手たちがかなり使っている武器になってます。まあ、一言で言ったら結構万能タイプかなって思います。キルタイムも早くてブレももともと少ないし、結構ロングラってね、狙えるようなそんな武器なので、以前プレイ動画でも、使って紹介したと思うんですけど、個人的にはかなりおすすめできる武器となってます。で実際に AR2 つとも、ブレの方を見ていくと、まず XM4 がこんな感じ。はい、新しく追加されたストックによって本当にブレないですね。で続いて GPR がこんな感じ。はい、この遠距離 50m ぐらいかなの敵に対しても、結構ブレずに撃つことができます。はい、まず AR2 丁でおすすめな、まあ、中遠距離の、武器はこの2つになります。続いて SMG2 丁、 SMG は PP919 とジャッカル PDW になってます。まずは PP919 から紹介していきます。PP919 はね押し引きで使ったことある方も結構多いかなと思うんですけど、ブレが少ない、かつ火力も結構ある武器で、まあ、初心者の人から上級者の方まで、まあ、いろんな方にねこうフィットするような武器なんじゃないかなって思います。唯一ね欠点を挙げるとしたら、ダッシュ中の移動速度がちょっと遅いので、チェイスになっちゃうと、不利になっちゃうんですけど、それ以外の部分だったら先ほど言った火力だったりとかブレが少ないとか、なんなら中距離も結構戦えたりするんで、個人的に今のシーズン1で一番強い SMG はこの武器かなって思います。でカスタムはこんな感じなんですけど、変えるとしたら、まあこのマズルをね、コンペンとか、ポートコンペンセーターにしてみるぐらいで、その他の部分は結構この状態が個人的にはいいかなって思ってます。続いてジャッカル PDW、これも結構人気な SMG ですね。ジャッカルは PP と比べると結構近距離寄りの武器だと思います。先ほどの PP に比べて移動スピードがね、0.5 も速いかな、 0.5 も速くて、近距離の火力もねジャッカルの方が、近距離だったらあると思うので、例えば先ほどの XM4 とか GPR を使って中遠距離を任せて、近距離だけをジャッカルで絞って戦うみたいな、そういう感じのプレイスタイルでやるんだったらこのジャッカルはかなり強いんじゃないかなって思います。でジャッカル自体もねそこまでこうブレが強い武器でもないですし、キャラコンしながらもね全然戦える、こう結構扱いやすい武器でもあるので、距離感だけ気をつけてあげれば、かなり強い武器なんじゃないかなって思います。一応この2つのね、ブレも見ていくと PP はまずこんな感じ。
まあさすがに50メートルぐらいになるとちょっと厳しいですね。でジャッカルはこんな感じ。ジャッカルも50メートル以上は厳しいですね。まあ、両方、まあ、この25メートル、この2つ目の的ぐらいだったら、まあ、割と狙えるかなって感じです。ただ、用意どんでね、PP とジャッカルで勝負したら、PP がね、パスを行います。で、ラスト1つは、LR、スナイパーライフルから LR762 となってます。これは、海外のサイトを参考にして、決めさせていただきました。現状の、こう、人気というか、これが強いよって言われてる中で、スナイパーでランクインしていたのが、エラーとなっています。カスタムはこんな感じで、その海外のサイトを概要欄に載せておくんですけど、両方ね、同じカスタムを採用してた部分がアンダーバレルの精密ハンドガード、あとはこの 7.62 競争弾となってます。一応競争弾ね、先ほど PP にもつけていたと思うんですけど、副作用というか、サイレント効果で腕とか足とかかな、ちょっと条件は分かんないんですけど、当てると相手にひるみを発生させるっていうサイレント効果があって、弾丸速度が上がるよっていうのが一応こう書かれている、内容ではあるんですけど、サイレント効果でそのひるみを発生させるってかなり強い効果があるんで、この射撃モッドに採用されてるのかなって思います。あとは、エイム中安定するターゲットレーザー、これは海外のねトップ選手も使っていたので、かなり効果のある、アタッチメントなんじゃないかなって思います。で、ロンバレを採用している理由としては、射程距離が伸びることによって、今回の BO6 の、スナイパーっていうのは、ワンパン距離が、伸びると思うので、ロンバレを採用しているものだと思います。で、リアグリップなんですけど、リアグリップはエルゴノミックか、CQB、あとはクイックドロー、ここら辺は結構好みで、分かれてるっぽいんですけど、この3つが、採用されてるっぽいです。あとは、ストックでヘビーストック、まあ、一応ねこれひるみ耐性が、こう良くなる、アタッチメントですので、まあ、被弾した時に、ブレーズに打てるっていうのがヘビーストックの強み。まあ、マルチェでもねお世話になった方たくさんいるかもしれないんですけど、ウォーゾンだとね体力が多い分さらに、こう効果があるアタッチメントなんじゃないかなって思います。もしスナイパー使ってみたい方いたら、ぜひ LR 使ってみてください。で、ここからは今回、メタ武器として紹介してないけど、おすすめの武器たちを紹介します。ただ一つ、言いたいことがあって、今作の BO6 武器たちっていうのは、結構ね、バランスが取れてるというか、今回紹介していない武器たちでも結構使えるような、武器たちはたくさんあります。例えば AK74、アーメス、モデル、で、クリグですね。AR だけでも、紹介していない、武器で4つも個人的にはおすすめできるものがあって、SMG だったら KSV、サウグかな、この2つも、おすすめできるかなって思います。で、あとはショットガンだったらマリーン、これは、ワンパン可能なショットガン、ドキン距離だとワンパンできます。ちょっとやばいんですけど。まあそういうショットガンがあったり、ライトマシンガンだったら XMG、これ無ブレで装弾数100発で火力もそこそこあるんで、バトロワでかなり、使える武器なんじゃないかなって思ってます。でマークスマンだと DM10 がねちょっと弾数だけスナイパーの弾使うんでちょっと難しいんですけど、火力はねピカイチっていうのが DM10 の特徴であったり、あとは、もう一つのボルトアクションの LW3 っていうのも、ワンパン可能な武器なんで、まあ、LR より全然 LW3 の方が使えるよって人は、こちらも全然いいと思います。まあ、てな感じで、ほとんどの武器たちがこう悪くないんじゃないかなっていう、武器ポテンシャルをしてるんで、今後来る、まあ、なんならもうそろ来る中間アップデートかなによって、その調整内容によってまたね、こうちょびっとだけこっちの方が使えるよみたいな感じに、変わっていくとは思うんですけど、本当一部武器を除いたら、大差ないって思っていただければなって思いますので、まあ、この調子でねいろんな武器を、こう使ってもいいような、その選択肢が広い環境であるといいかなって思います。はい、ということで今回は BO6 ウォーゾーン、シーズン1のメタ武器を紹介していきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今後も、動画だったりとか配信だったりとか、あとは自分が運営してる、ディスコサーバーとかでこの武器強いよっていうのをね紹介できたらなって思いますので、皆さんよかったらチャンネル登録だったり高評価だったり、あとは Twitch のフォローなどぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画や配信などでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。